この番組はご覧の皆様のご提供によりお届けしております。それでは音楽のある街高崎、3年ぶりの高崎祭り盆踊り、僕たちのライブをぜひお楽しみください。ミルチョというわけで、ご視聴中の皆さんありがとうございます。1日目に引き続き48回高崎祭りもてなしロバー盆踊り竹織屋の高崎シティバンドライブの様子を今回も副音声とともに中継していきたいと思います。実況の竹織屋、そして解説は松下美希夫さんでよろしくお願いします。お送りしていきたいと思います。さあ、2日目のこのコナンで始まりました。はい、はい、1日目に比べて雨もなかったんで、はい、湿度が、メンバーがウェッティな感じでしたけど、昨日は、はい、2日目はカラッとしてね、すがすがしい2日目のライブとなっておりますけれども、まだね、日も夕方から始まってるんで、はいはい、少し明るいですよね。明るかないか、青っぽいですね。ちょっとまだね、はい、昨日なんか小林慎太郎なんか汗だくだった汗だくというか、あれも冷や汗とあの湿度がね、雨 の, あのミストがミストでかなりウェッティな感じですけども、今日はね、まっさらな状態 で, そうです、ね、みんなステージに上がっております。太鼓類もしっかりなってるんじゃないですかね。いや、今回も楽しいライブを副音声でお届けしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。1曲目は名探偵コナンメインテーマでした。
3年ぶりの高崎祭り。さあ2日目のですね、2曲目は島唄ザ・ブームのお送りしております。これも僕たちのね、鉄板のレパートリーですけど、もうやっぱり改めましてこう見ると、みんな1日目のあの雨騒動がないから余裕がある体力的な余裕もあるし、なんか元気ですね、なんかこうなんだろうなぁ、これ本当に昔若かった人までありがとうございます。そしてたくさんのお客様にね、詰めかけていただいて、こんな感じで盛り上がっております、はい、高崎祭りのもてなしロボのイベントの締めくくり、僕たちがしっかりやらせて。ネギさん、この日はですね、はい、どんな心持ちで2日目臨んだんでしょうか。おお、唐突な、はい、無茶振りが来ましたけどもこの日はね、あの花火がなかったのでね、音楽でこうどこまで盛り上げれるかっていうのを、そうですね、テーマで花火目当ての人誰も来てないわけですからね。そうですね、もう誰も来なかったらどうしようって、ね、土曜日あんな人集まったので、はい、5人とかだったらどうしようってね。ところがね、あのノリノリのちびっ子たちもたくさん駆けつけてくれまして、あの僕たち以上にずっと踊り狂ってた子がたくさんいましたけど、そうですね、すごい体力があるなと思って、いやいいですね、無限の体力は欲しいですね。そんなね、ちびっ子たちの無限の体力、未来の希望、日本をね、はい、背負っていくちびっ子たちのエネルギーも楽しみながら、ぜひ、ね、皆さんもご覧になっていただきたいと思います。汗の活力になりますね、これ、はい、どうですか、小田さんがこれジャンプしてますよ、珍しいじゃないですかこれはどう、これは元気があるという元気が昨日に比べて単にね、そうですね、雨がなかったから疲れてないです。そういうことですね。ザ・ブームの島唄お届けしました。津島さんも1曲目から真面目に演奏してますけど、参加者のこれはどうご覧になりますか。あのノンアルコールで挑んでらっしゃるいや、ノンアルコール飲んでた気がするけどな。本当ですか。2日目も裏で飲んでた気がするけどな。さらにもね、こう、夏祭り、祭りだ、お祭りマンゴー。紛らしいな、この話が。祭りというのは間違いないね。今、ああいう時って、はい、今、夏祭りって言ったから、夏祭りもこの後に演奏したじゃないですか。はいはいはい、まあ、いつも後ろ番の僕の位置、独断と偏見で結構曲変えるじゃないですか。はい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 、あれもしかして曲やるのかなとか思っちゃったりするんですか。いや、あのタイミングだとは思わなかったですね、まだ、うん、なんか、あ、勢いで行っちゃったなっていうだけの感じをちゃんとそこまで汲み取っていただいた。僕の心情を。そうです。ヌネさんが変えるときは変えるオーラをちょっと出してくれるんで。なるほど、はい、そういうね、あうんの呼吸のもとライブがいつも進行しているという。解説ありがとうございます。このニーヤマスルのこの足上げてなんか凍らせてるのは何なんですか。ミッキーさん、ちょっと解説お願いします。これはちょっと難しいです。可愛い子アピールなのかな。あと、あ、違う、分かった。腕で筋肉アピールできないから、はいはい、太もも足の筋肉をアピールしてる。分かりづれえな。どうでもいいけど、ニーヤマスルだけももひきの色が違う。そうですね、それは初日から思ってましたけど、確か桃引き白でお願いしますっていう、あのみんなで連絡網が慣れてるはずなんですけど、これ無視しているのはどういうことなんですかね。これもやっぱ若さゆえの過ちですね。アウトローな桃引きを、はい、できるだけ。
アルバム高崎ブギーにも収録されておりますお祭りマンボをお送りしました。強みは地域密着です。地球環境に優しく豊かな暮らしと地域社会の活性化に貢献いたします。株式会社電源群馬。来ていただいた方っていらっしゃいますか。昨日も来てたよ。さあミキさん、改めまして本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ着々とね、2日目のライブを見ながらのですね、視聴者の皆さんにも楽しんでいただけていることだと思いますけれども、はい、次のお届けしますけど、本当に夏祭りです。紛らわしい MC からのお祭りマンボでしたけども、お祭りマンボでしたね。いよいよ夏祭りを、みんなね、暑いから脱いでますね。早いですね、脱ぐとかね。まだ3曲目だっていうね。小林さんにいたって結構はだけてますね。早いな、もうはだけるのが。このね、手を振るパフォーマンスを編み出したっていう、このライブで。これはね、お客さんがやり始めたんで。あ、それをパクって。そう、これから毎年これやる、毎年これやるんですよ。ライブって結構そういうの多いですよね。そうですね。その時偶発的に生まれた技とかパフォーマンスがこれいいじゃんって言って、ね、次から採用されるんで。なんかありますか、ミッキーさん。よく最近やってるもので、はい、たまたまライブで偶発的に生まれた。そんなもんばっかなんでね。あの有名な話だと X ジャパンの X ジャンプっていうのは、はいはいはい、ね、あのお客さんが編み出したという。ああ、そうだったんですね。それがあそこまでね、そう鉄板になったんですね。だから僕らも高崎ジャンプをいつか編み出してもらって、お客さんがね。腕を T の字にしてジャンプを言いたくない。X ジャンプのモノパクリですけど、ね、難しいですね。 T って叫ぶ曲作るのって言いたい。紅茶のテーマソングしてもカフェでも演奏できるし。あ、いいかもしれない。いいかな。どうかな。すいません、アニューな提案しちゃって。いつものことですね。あ、すいませんでした。さあ、ミッキーさんどうですか。自分をまじまじとご覧になって。見たくないものですね。この夏祭りっていう曲はですね、ジッタリンジンの女性ボーカルのハルさんという方がボーカルなんですけど、はい、歌詞の内容っていうのは男性の気持ちを歌ってるという。なるほど、はい、結構その僕とかね、そういう一人称も僕っていう、結構90年代もそういうのありましたね。楽曲はね、あの男性の気持ちを歌うっていう女性ボーカルが、はい、逆に言うと昭和のムード歌謡とかって女性の気持ちを男性が歌うっていうのはすごい多くて、はい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 、音楽って面白いなと思いますよね、そういうところが。そうですね。ある意味性別も国境も全部超えちゃいますからね。英語だとよくあと一人称が結構、はい、愛は同じか、愛は同じだけど、うん、彼女とか私とか she とか he とか変わったりね、はい、曲によって歌ってる人が男性だと歌詞が C になったり、女性が歌ってるのが K になったりとか、結構それはすごいよくあるな。でも不思議と日本ってそういう文化ないですよね。男女の性別を入れ替えて歌詞を変えるってことはないなと思って、ちょっとこれまたお国柄の違いだなと思って前から思ってます。まあそうですね、言語の違いというか、不思議ですね。俺と私を入れ替えたりとかするとやっぱり語呂が悪いからとか、そういうのあるんですか。あ、まあ確かにね。松井選手どうしました。心情の都合があり、はいはい、心情の都合で。ここから先は5弦ギターでね。5弦ギターというね、はい、特殊な楽器を使って演奏ということで、はい、
ありがとう、その一言が私たちの誇りです。光保険サービス。ジッタリンジンの夏祭りをお送りしました。さあここからはね、松下美紀夫さんの語源ギターもクローズアップしてですね、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますけれども、はい、まあ、僕たちの鉄板レパートリーが次から次へと出てまいります、はい、ね、ディズニーのアラジンの、もうこれは説明の不要な曲ですけど、ね、ホールニューワールドですけど、この曲についてはどんな思い出ミッキーさんありますかね。どんな思い入れ、はい、あと鑑賞のポイント。鑑賞のポイントですね、ええ、まあ2人のトランペットとサックスの2人の掛け合いがやっぱりいいんじゃないですかね。この曲を演奏している人ってとても多いと思うんですけど、はいはいはい、この男性パートと女性パートをサックスとトランペットで分けて吹くっていうことを、はい、うちのバンドで思いつきで自分がやり始めたんですけど、他にこういうことをやってる人たちいるんですかね。いや割といるんじゃないかな。割といるんだ全然珍しくなかったという、はい、なんだ、はい、本当に今月もギターとサックスでやりましたね。なるほど、はい、ギターとサックスでメロディーの部分を分担したってことですね。そうですね。それはまたなんか T スクエアみたいな、まあまあそう、まさにそういう感じフュージョンバンドみたいなフュージョンバンドみたいな試みでもうね、かなりマニアックな話になってますけどいいですね。ポンちゃんが空気を読み、一歩また、そして一歩と場所を変え、あ、ポジショニングですね、はい。ジャスミン大輝ジャスミン大輝なんか売れないお笑い芸人みたいなニーヤマスル大輝じゃなくてジャスミン大輝ですね。そうですね。お客さんがこう手拍子してるという珍しい現象が発生してますけど、これは何でなんでしょう、このバラードでまるで演歌の曲のような手拍子のこれはどう分析されますか。やはりお祭りというところで、はいはいはい、和の要素をお客さんが取り入れていただいてる、なるほど、ありがとうございます、はい、これは世界初かもしれないです。これは世界初かもしれないそうですねもしかしてオールニューワールドに和の要素をお客さんが持ち込むというですね。いやー、やっぱりすごいですね、夏祭りでのライブというのは。そうですね、いろんなハプニングと、ならではね、ミラクルが起こりますね。音源奏法、はい、これは三弦あたりを使ってずっとそうですね、三弦芝居でこの日はあえてこれこのスクイーズチョーキングを駆使してそうですね、リブラートとそしてこのマニアックな小林慎太郎のね、小林慎太郎のバスドラとハットの刻みをおそらく誰も注目してなかった世界でこの曲のギターソロの時に小林慎太郎が何をやってるかとてもいい方でした。そうですね、ドラマーの方には相当喜んだんじゃないですかね。そうですね。バックにずれ立ってるのは高崎 の、はい、あの名物デパートスズラン、地元の。なるほど、何回もこのライブ中登場してますけれどもスズランっていうロゴは勝手に宣伝しちゃってますね。勝手に宣伝しちゃってますね
ジーニーリアルを。あ、自分ジーニーだったんですか。ちょっと癒し遅れちゃった。自分はジーニーだったんだ。あ、フォールニューワールドお届けしました。ありがとうございます。ランチタイム営業再開、高級弁当の宅配、オープンカフェでライブを開催、高崎市役所すぐ目の前、葉山意識店ブー、ただいま素晴らしいギターソロを奏でてくれました。ギターは松下美希夫、ミッキー、ミッキーだけにディズニーつながりの曲でよかった。いつものしょうもない会場、ねね、会場も和やかな空気に包まれておりますけども、さあ、ここから先はですね、本当に2日目は僕らの鉄板レパートリーたくさんやりましたね、はい、いろんな路上ライブとかイベントとかで、はい、本当にお客さんに、ね、人気があるナンバーをですね立て続けにお送りしましたけども、そうですね、次の、お届けします曲は、あの着々とねコアな高崎シティバンドファンがいましたね、タオル、あれももう廃盤になったと言われているあれ新品で持ってるとね、メルカリで2000円ぐらいで売れるかもしれない普通だ、もともと1000円で売ってたやつなんで、倍になって、そうですね、欲しいという人がいるかもしれない。なかなか質感がいいんですよあれ。あ、そうですか、僕も使い古したの3つぐらい持ってますけどね。あ、よくね、首に巻いてますねもう手に入らないんでね、あれはね。なるほど、高崎とは、自分は地元が高崎ですけど、他のメンバーは高崎とは縁もゆかりもない群馬出身も一人しかいないというです、このバンドなんですけども、まあ、あの高崎の街はたくさんいるな、ね、すごいいろんな世代の人がね、はい、来ていただいて、かなり3年前のね、開催の時よりはですね、またちょっと雰囲気も変わりましたね、高崎の街はね。そうですね。で次のお届けする曲は女性問題をめぐって今日になってないですけど、大丈夫ですか。いろいろとなんか女性問題、そうです、女性問題どうこううんぬん言ってますけどね。ミッキー出てくれた子はダメだよなんかもう寸劇が謎の寸劇が結構お祭りって時間限られてるじゃないですか、はい、でやっぱこういうところもこう自分たちのバンドのカラーの一つじゃないですか、はいはいはい、でこの間出演させていただいたイベントで20分の持ち時間だったじゃないですか、はいはいはい、寸劇やってると曲ができないから、そうですね、でもやっぱりそんな中でもこういうの入れた方がいいのかなと思っちゃってて、どうなんですか。いやー難しいところですね。20分で曲2曲であと喋りどっちの方がうちのバンドのカラーに合ってるよ。カラーは確かに今後の課題ですね。20分でどこまで僕らの曲を短くやるとかね。ああなるほどね、うん、真面目なシューちゃんの流れてきたこの小雪のビート、まずは紹介します。トランペット、筋肉と音楽で街を元気に、それをコンセプトに活動するスーパートランペッター、ニーヤ・マッスル。さあ昨日に引き続き出ましたこの片手で腕立てをやりながらトランペットを吹くという技を。素晴らしいですね、筋肉が。これ一朝一夕じゃ本当できないことですからね。そうですね腕立てトランペットともに一応一席じゃできないの、それをね同時にやってるという努力の積み重ねですね。そしてまた昨日やんなかったね、ありがちなネタ、これ大丈夫かな先生、インド派なんで無理しないです。インド派結構ね、あの鈴木健太君のお母さんがよくこう配信とか好きでいろいろ見てるらしいんですよ。あ、そうなんですか。多分これも見てくださってるものと思っておりますので、はいね、ぜひあのネタも喜んでいただけるんじゃないでしょうか鈴木健太さんのお母さんには入り口的な、はい、ローテッパーの曲ですね。
さあ、お届けしています曲はルパン三世のテーマ。そして次はこの重低音でバンドを支えております、千葉県出身でございます、ベースを紹介します。釣りをさせたら高崎シティバンドの中で右に出る者はいない。今日は釣り竿ではなくこのベースの竿を使って皆さんに小粋な充電を届けます。紹介します、ベース古賀フィッシュ吉幸。あ、せっかくなんでどうぞセンターに、たまにはセンターにどうぞ。引き続きこのセンターの出っ張りですね、はい、センターステージこの出っ張りまるでこう古賀フィッシュ吉幸がソロを弾くために用意されたかのようなこの出っ張りなんですけれども、実はこれは高崎市長さんが高崎祭りのスタートアップの儀式の時に挨拶をされるということで、そのためにある全く音楽には関係ない、関係ないんですね。それを僕らがですね、勝手に活用させていただいてそして、こういった演出も可能になると。いやもう狙ったかのようにいい場所に。そうですね。ありますから ね。もう小賀さんも今日は出る気満々だったんだな。珍しいですよねこういうシーンは。ベースの小賀フィッシュ先生が。いやー、しびれる。声も渋いですよ、声もね。ありがとうございます。どうですか、これに関しての。いや、いいんじゃないですか。分析を。そっちで来たかと思います。意外でしたよ。声も渋いって言われて。そしてドラムは、小林慎太郎。オーライ。さあ、そして定番のこれも打楽器バトル。これはジャズのスタンダードナンバーのマイルストーンという、ね、曲のですね、このテーマをこの曲の曲間に導入でアレンジして加えているんですけれども、さあこういった形でルパン三世のテーマをお届けしております。皆さん、メンバー紹介が終わったところで、皆さんまだまだ元気ですか、盛り上がりますか。ではもっとスピードアップして盛り上がっていきたいと思います。 All right, rhythm section。みんなこう手拍子してるのにニヤマするだけなんか手拍子してないっていう、何なんですかこれはトランペット守ったんじゃないですかねトランペット守った、はい、手拍子してる時はトランペット手拍子してるじゃないですかなんでいつも勝手に手拍子とかしてるのに手拍子しなきゃいけないところで何か別の行動を取ってるっていう、このみんなしてるしいっかーというそういうことなんだこの曲ね、ハイトーンがあるんで、ああ疲れるんだ、ちょっとここに精神系を集中させてるんじゃないですかね。ハイトーンって言ったらトランペットはね、じゃあ来たっていう、まあこういうところね求められますもんね、はい、なんで手拍子は手を抜いてるという見えますけど解説ありがとうございます。決まりましたね手拍子手抜いたおかげでバッチリ決まったハイトーンねいいですね。さあこちらのお姉さんたちも踊り狂ってます。お父さんもノリノリで、ね、そうですね、お父さんも最初から最後まで踊り狂ってましたね。そうですね、ステージからやたら、ね、目立つお父さんだったんですけど、途中で大丈夫かなと思ってね夜で良かったですね。ルパン三世のテーマをお送りさせていただきました。不動産の価値を最大限に、みんなの笑顔が見たいから
笑顔を届ける不動産マルサン飲料株式会社。なかなか、こういう、ね、機会をね持つのが最近難しかったんですけど、まあ、3年間2年間か約いろいろ自分たちも、いや2日目はなんか爽やかにステージが進んでますけど、そうですね、大きなトラブルもなくそうですね、はい、一部を除いては大きなトラブルもなく一部を除いてはね変速チューニングギターを弾いてるだけでうまいこと言いますね、とりあえず ねえ、でも感じないでしょ、全く感じないです、さすがロックンロールは好きですか、あのチャーが言ってたんですけど、はい、チャーさんはね4弦ギターでも俺は大丈夫だって言ってますね、はい、まだまだだな、僕は言ってましたからね、あと1本切らなきゃいけない言ってしまったって、ね、それでは行ってみましょう、音楽のある街高崎から音楽の波動を止めてはいけない Don't stop the music。 さあ来ました、僕らの一番新しい曲、オリジナル曲 Don't stop the music をお届けしていきたいと思います。頑張ってるじゃんこのフレーズは二度と吹かないかもしれないですからね心情の都合によりそうですねこの曲はね、あの自分がヘッドアレンジ考えてですね大まかに作ったんですけど、ミッキーさんと二人で編曲して、はい、去年ね、12月に作りました。そうですね、ほぼ3日ぐらいで作りましたもんね、そう全体像かなり集中してね、オーンのアレンジも自分がヘッドアレンジ考えて、あと微修正ね、オンちゃんにしてもらって、ロックンロールを演奏する僕たちのバンドですけども、高崎シティブギーとは違ったタイプだね、ロックンロールナンバーということで、今までこのタイプの曲なかったですよね。そうですね、
タケオリアランド高崎シティバンドオリジナル Don't Stop the Music をお送りしました。 Thank you Rock and Roll。 すべてのエンターテイナーのためのライブスペース花歌クラブ、予想いは翼、岩下や高崎温度。さあ、そして鉄板の高崎祭りで言ったらこの曲、上州高崎温度をお届けしていきたいと思います。今まで幾多の場面で演奏してきたこの曲でありますけれども、今年からギターをロッキーな感じにアレンジし直しまして演奏していこうということで演奏しております。ミキさん、いかがでしょうか。いやーね、昨日の1日目からロッキンバージョンが始まりましたけども、今日は5弦ギターというか、いつまで引っ張りますか5弦ギターのギターヒーローのコンセプトは、はい、だいぶなんか馴染んできたなっていうのがありますね、うん、でもいいですよね、本当にね、乗れるなと思って、前のギターがなかったバージョンより本当に良かったなと。ぜひレコーディングをねし直してもいいんじゃないかなと自分は思ってますけど。なるほど、こういった形のニューバージョンなんですね。そうですね、マイクをね小賀さんのコーラスをやらせるというね歌詞にもありますけども、吹奏楽バージョンとのコラボレーション、はい、この後ね、世界初お届けするということであります。さあ、客席も盛り上がってまいりました。いい光景ですね。いい光景ですね。夏祭りのね、1ページを彩る。これからはぜひ世界に出てって海外とかでもこういう曲やりたいです。あ、ね、意外とこういうジャパニーズライクな曲って、うん、海外とかだったら面白い評価を受けてもおかしくないなって勝手に自分は思ってるんですけどまあ長くないですからね、うん、なんか新しいバージョン作ったりとかレコーディングしたりするのに、はい、よりこう和のアレンジを入れたりするっていうと、どういうの入れたらいいんですかね。やっぱ楽器なのかな、パーカッション。パーカッションとシューちゃんですが。シューちゃんにちょっと頑張っていただく。ライブでね、再現するにも、まあ、限界はあるけれども、もうみんな、これ以上パート増やせない精いっぱいですからね、これね。そうですね。吹奏楽バージョンの和太鼓確か録音したんじゃないかな、フロータムで代わりに、入れたんですね。さあ、盛り上がって、参りました。第48回高崎祭り2日目ライブの模様をお届けしております。まさに熱く燃え上がる音楽のある街高崎、盆踊りの温度と、そして熱く燃え上がる気温の温度をかけてお送りしております。上州高崎温度でした。
しょい。トゥデイズのラストナンバー、生きてみたいと思います。高崎シティブギー。さあ鉄板のね、来ましたね、鉄板の流れで来ましたね。ロッキンピアノが攻撃を当てますね。いい場面捉えてますね、これね。自分の一番好きなタイプのピアノセールの一つ。電車で一本、ウィンポン、ウィンポン。横浜からも電車で一本、ウィンポン、ウィンポン。さあ、新山さんの声が一番でかいですね。不思議ですね。一番いいマイクを使ってるかもよ。そうですね、ワイヤレスのね。いや、実際そうなんですよ。ね、これね。一番年下なのに一番いいワイヤレスマイクを使ってるという。楽器が一番安いと言われているけども、トランペットという楽器は。しかも、全然違うままヒュー入ってるって言ってるだけね。なんで水玉のドットのやつ入ってるんだっていう。可愛いからいいじゃないですか。さあ、無茶ぶりだったんですけど、どうでしたか、今のは。雰囲気出てましたね。さあ、無茶ぶりだったんですけど、どうでした、小川さんは。ナイス反射神経ですね。そういう反射神経が要求されるバンド、ね、そうですね、アンチエイジングリー、はい、いいと言われているユリアの高崎シティバンド、メンバー絶賛募集中です。背が強いな。オラそうですか。はい、どうもありがとうございました。自分で言われるよ、自分で。ショータイムをお送りしました、竹織屋など高崎シティバンド、メンバーを紹介したいと思います。トランペット新山スレ、確かにみんな個性的ですからね。そうですね、本当ね。そしてサックス鈴木健太。オンギターミッキー。ベース小賀フィッシュ。そしてドラム小林慎太郎。さあ、いつもの定番の下りがやってまいりました。以上のメンバーでお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。カメラがしっかり捉えてますね、美味しいところ。あ、すいません、大事な人を忘れてました。リーダーの竹織屋でした。どうもありがとうございました。ミキさん、どうでしょう今のこけ方は。完璧ですね。完璧でしたか。教科書に載せてもいいぐらいの。キャプテン辻間セニョール周平。なんかシュウちゃんこれ見せたんですけど、はい、シュウちゃんはちょっとこけ方のパターンが毎回同じで芸がないって自分で言ってました。教科書通りすぎたという。そう、自分に厳しい。なるほど。シュシュは周平でした。で、次回のライブではこれ以上のこけ方を期待していただきたいと思いますので。楽しみですね。あの人本当ストイックですからね。そうですね、あらゆることにストイックです。には一生困らない困らない困らない。内陸だから海がないけど気にするな気にするな。音楽の波が尽きることはない。高崎高崎
全員癖が強くなっちゃう。誰もまともな人いない。さあ、僕らの単独ステージ最後にお届けしました曲は高崎シティブギーでした。はい、ちびっ子たちもご来場ありがとうございました。ご視聴の皆さん、引き続きお楽しみください。ありがとうございました。ここまでのステージを務めました竹織アランド高崎シティバンドでした。ありがとうございました。この後は高崎グリーンクレストさんの演奏をお楽しみください。その後は合同演奏もやりますので、ぜひお楽しみに。 Ladies and gentlemen 高崎グリーンクレスさあ、ここからは高崎グリーンクレストさんのライブをダイジェスト映像でお届けしております。引き続き実況は私竹井であると、解説松下ミッキーミキオさんでお送りしております。よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは、こちらです。ということで、指揮者のコンダクターもですね、矢倉の上で指揮を振るっていただいております。私たちは前代未聞でじゃないですか。そうですね、これね、矢倉何のために使うんだとずっと置いてあって思っていた皆さんも多いと思いますけども、あそこでちゃんと指揮を振るってくださっているということで。そしてこちらですね、はい、上州高崎音頭の吹奏楽バージョン、これも演奏していただきました。これも吹奏楽界でね、有名なですね、福島弘和さんという有名なアレンジャーの方にアレンジしていただいて、これからね、いろんな、ところで高崎のいろんなですね、楽団に演奏していただければなと思っておりますので、そのまずね、モデル事例としてグリーンクレストさんに演奏していただきました。さあ、市長のご挨拶を使ったステージ、今度はドラムを乗せるというさらに活用、余すところなく2日目は活用していますね、これね。さあ、ここまでのダイジェストご覧になっていかがでしょうか。初の試みとなりましたマーチングバンド高崎レストさんの登場で、はい、ですが、いや、もうもてなし広場をフル活動活用したんじゃないかというようなステージングですね。本来であればね、マーチングバンドなので動きながら動きがね、はい、もっとね、あるということなんですけども、今回はフォーメーションを作っていただいて演奏していただいてますが、ぜひ来年はですね、はい、こういったね、より演出にこだわったりとかですね、していただいて、高崎祭り等にも参加していただければなと思っております。そうですね、これに懲りずねこの灼熱のねまあでも8月
開催でしたからね、当時はね。そうですね。今年初めて9月開催でだいぶマシになりましたよね。あ、聞いていただいている通り、さまざまなレパートリーをですね、やはり、お持ちのこちらもバンドでございます。高崎祭りも初出演なんですけれども、あ、そうなんですね、誰一人休むことなくですね、はい、参加していただいて、高崎グリーンクレスナーはインスタグラムもね、やられておりまして、そういったところもね、ぜひね、このご視聴をきっかけにチェックしていただけたらと思います。そうですね、なんかいろんなところで演奏されてるんですよね。そうね、いろんなイベントとかにもね、出演されていらっしゃるということであります。あ、どこかで見かける可能性もありますね。その時はぜひこの番組視聴したよと、はい、言っていただければ嬉しいなと。そして今回の一番の目玉であります、このブラスバンドバージョンと僕らのバージョンコラボレーションという、はい、そんなことになるとはね、本当に、はい、そして皆さん、私竹内である先ほど業務連絡しました。人生初の経験でしたね。2日間このもてなし広場でライブを行いましたけれども、その様子をなんと今日収録しておりまして、番組として配信することが決定しました。はい、それが現在皆さんがご視聴いただいているこの番組のことでありますので、はい、楽しんでください。そしてこのもてなし広場の盛り上がりの感動をぜひ皆さん、家でもパソコンでもスマートフォンでも見れます。ぜひ家でも楽しんでください。イエーイ。お、面白いボケでしたね。面白かったですか？なんか微妙な空気になってましたけどこれマイクで収録されてないですけど、ドッカンドッカン。そうですね、そういうことにしておきましょう。何でもそれで片付けておけば大丈夫そうな感じがしますね、滑った時は。さあ、ここからは歴史的初めての、ね、コラボレーションとなりました上州高崎音頭のブラスバンドバージョンとヘギョリアルの高崎シティバンドのコラボということでね、本当に一体、ね、どうなるかね、これはですね、想像がつかなかったんですけれどもね、まさかまさかの成立してしまったということがありますので、ぜひ視聴者の皆さんお楽しみいただきたいと思います。はい、しかもこれですね、あのブラスバンドバージョンにはもともと歌が入ってないんですけれども、こうやって自分も歌うというさあ、こんな形で今コラボレーションが行われておりますが、すごい、総勢何人だろうっていうのね、もう数えるのがめんどくさいめんどくさいじゃん、失礼ですけどね、うん、すごいですね。このタクトに合わせて見てください、しきちゃんも矢倉の上でタクトを振ってるという、今までになかった音楽のアルマシ高崎の演出。これ古賀さんはかなりフレーズを変えて弾いてるんですよね。そうですね、そう、あのアレンジされたベースラインを、そうだから、あの低い低音楽器の人たちがやってるのと同じところを弾いて、そう弾いているというようなんですね、はい、それとですね、ミッキーさんこれはどんな感じで、今もいつも通りなあのロッキーな方向性で弾いてるという感じで、はい、小林太郎さんはなんか変えてるんですかね、このフレーズみたいな。いや、おそらく指揮者さんを見て、自分だけじゃないですかね、見合わせてる。なるほど、譜面を読まずに指揮者の空気を読んでるんですね。はい、さあ、進行しております。ここからですね、かなり打楽器の皆さんも動きを加えてどんどん盛り上がっていくというね、感じになっております。
スターこれだけ総監の人数でね演奏するのですね、かなりねたくさんの人がまたどんどん集まってきて、はい、大騒ぎになってまいりました。花本を持って花本を持って動き回ってる方もいらっしゃいますね。グリーングレスさんの中に。打楽器は無限の可能性がありますね。自分もあの椅子の上に乗っかって歌ってみたんですけど、どうでしょう、はい、あ、もうそういうところじゃないですね。いろんなところを見てしまったあの決してピアノをサボってるわけじゃなくてこれも演出ですんで、はい、手抜きではありませんのでそこだけお伝えしておきます。よく歌いながらあの不安定な椅子に、そうあのねネジをちゃんと締めないで上がると大変なことになっちゃって、そうですよね、結構ねぐらつきが違うんですよ僕いつもでうっかり結構ほらイベント出演なんかだと、はい、変換の時間忙しいじゃないですか、はいはいはい、でしっかり椅子のピアノのセッティングにいっぱいいっぱいで椅子のネジを締めるのまで忘れちゃって、結構ぐらついてる時に上がんなきゃいけない時とか結構あってですね、はい、おここで対馬さんがそうですねセンターに来てドラムのフロアタムを横取りして叩いてますねこれあのドラムの方も予期せぬ出来事、対馬さんが突然乱入したんで、酔っ払いが酔っ払いのおじさんが乱入してきたんでただねもう何事もなかったかのようにこう叩き続けていくプロフェッショナルですね、メンタルの強い方に ね、 そうですね、女性の方だったなと思って、対馬さんもいろんな楽器を見て興奮しちゃったんでしょうね、本当に対馬さんの方がね年上なのに理性を背負わなくなってしまったという本当に。さあお送りしました世界初吹奏楽バージョンの上州高崎温度と竹織屋団の高崎キーバンドのコラボレーションで高崎祭り2日目のライブ幕を閉じました。いや松下さんどうでしたか、改めまして振り返って。いや暑い夜でしたね、本当に暑い夜だった。どっちで見てですか熱気が、熱気のね、はい、気温の話じゃなくてね、熱気の話でね、本日高崎祭り2日目のフィナーレをお送りしました。ありがとうございました。ここからまたのアンコールいただいたんですけど、はい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 、これは本当に予想だにしない、そうですね、アンコールでしたね、本当にこれで終わりのはずだったんですけど、ね、はい、盆踊りの部門長の岸部門長が、はい、ちょっとオーバーしてもいいよって言ってたんでまさかのお言葉に甘えてそうアンコールやってしまいましたけれども、聞こえてますね。そうこれであのアンコールの予定なかったんですね、下がろうとしたんですけど、はい、ここからのアンコールいただけるとは夢にも思ってなかったので、鈴木ポンタに振ったんですけど、これ振られることを予期してなかった鈴木ポンタ、ね、グリーンクエストさんも本当に焦ってますね。この時ね結構焦ってるんですよ鈴木ポンタは何を言っていいか分かんないんで、確かにどっちに言っていいのかしかし何事もなかったようにいつものボケをやってますけど何も決まってない、これ本当に何も決まってないのでじゃあ皆さんここでちょっと自分のところにどうしましょうか言いに来たんですよね、もう一回やればいいんじゃないですかって言ってもう一回グリーンクレストの皆さんもう一回、さっきまで焦ってたのにプロだな、さっきまで焦ってたのにもうあらかじめ用意してたかのように初め決めていたもう一度上州高崎温度アンコールでやりたいと思いますここからいつものあのやる気のある完璧です、ね、自信満々な感じに戻ってみましたねそんな局面があったんですね、実はね。今とりあえずラストでありますけども、なんとこれも世界初であります、今日矢倉の上で盆踊るということで、タクトを振ろうという世界初の会議であります。すべての瞬間がシャッターチャンスなんですけど、みんなあまり写真撮ってないんで、ここは何かの矢倉も活用して、はい、うまくね演出に使いたいなと、ね、考えているんですけど、どうぞ
はい、顔が見どころですけど、どんどん来年はね、今年よりさらにパワーアップして、うん、こういった試みができるといいなと思ってます。それではよろしくお願いします。さあ、それではゆっくりお楽しみいただきましょう。アンコールの上州高崎音頭。グリーンクレスさんもやはり普段マーチングしながら演奏しているので、このくらいのスペースで動き回るのなんかもう朝飯前な感じでね、素晴らしいパフォーマンスをね披露していただいております。パフォーマンスは勉強になるところがたくさんありますね。このいっぱいついてる太鼓は何なんですか？僕に聞かないタムなのかな。タムでしょうね。タムっぽいですね。五連タムみたいな。いやー、すごい盛り上がりだ。さあ、ここから1回目の演奏はしゅうちゃんが乱入しましたけど、乱入するのか、しゅうちゃん。あっ、マイクを持ってさらにパワーアップしてますね1回目は乱入したのはいいけど、コーラスができなかったっていう事件が発生したというそれに気づいたんですね。そう、それの反省を踏まえてねアンコールやってよかったですねさあ、ミッキーさんもこの予定にはない掛け声ロックバンドが何かと勘違いしますよはパンクバンドみたいな、フェスでやってるパンクバンドみたいなもう自由な感じになってます2回目のアンコールはそうですね。なんかニヤマスが走り回ってるけど何やってんだあいつはあいつは何をやってるんだなんかみんないろいろ自由ですねそうですね、2回目になるとね。お客さんもさらに自由になってまいりました。さあ、この番組はご覧の皆様の、提供でお送りしております。ここまで実況は武雄リアル、そして、解説は松下ミッキー実況で高崎祭り2日目お送りしました。皆さん引き続き TCB チャンネルをよろしくお願いします。高崎祭り2日目ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また近いうちお会いしましょう。